大切にする。私の愛しい人。お客さんの反応は、その細かいところを自分も気にしないようにはしているし、その大きい括りとしては何か見る前と見終わった後で変化もたらしたいなっていうのとか、トラウマを持ってほしいなとか、こうはって奥底で体感して楽しんでほしいなとかはあるにせよ、1段の時は何するのかなから始まってて、でもう2段の時点で次何するのかなにもなってて、で第3段までももちろんそれはあったんだよね。 1,2,3 まで色変えれたら可能性広がる気がするってのは結構あったんですよ。で3段やって4段同じ古典シリーズってなった時に、直接的に期待してますって言われる時もあったし、どうリメイクすんねやろっていうのは確かにあって、ありがとう。シーガーや階段自体をちゃんと私は勉強してないままやりますって告知してたんですね。演出家さんにもやりますって言って、でも原作も全く読んでない状態からやりますって言って、分かんないな分かんないな、どう転がるかなって自分でも不安になりながらやって、で原作見てみたら、鶴屋南北先生と前の近松先生の大きな違いは、鶴屋さんの方がエンターテインメントだなと思ったんですね。そういう意味で前は会話劇とか人情とか心情をもっと見せたい、で鶴屋さん の、 そのエンターテインメント性を持ちつつ、私が好きな生死とか、確かに 血とかをしっかり見せつけたくなったんですよね。それはこうお岩さんが亡霊であるって言われてるせいで、こうどうしても死んだことがリアルに感じられてない気がしたんですよ。だからでもお岩さんも一人の女性だったってことを見せたいっていうのもあったりして、今までやりたかったのもあるけど、今回の作品では特に人間の死んでいくのってこんなに切なくて悲しくて苦しいんだよっていうのも見せたくてやったのもあるかもしれないですね。今回は始めます。よろしくお願いします。水、はい、エリ、はい、こんちゃん、はい、トッキー、はい。最初菅井さん、演出家の菅井さんが2週間いなかったので、その前をもちろんプレ稽古として最初からいただいてて、それは、台本を私が書く上で人を知らないと書けないのでっていうのもあったので、大まかなプロットだけはそこまでに書いておいて、とにかく即興劇を最初はとにかくやってもらって、あ、お見合いがなんでしょ、でも合ってる、合って合コンで今回の作品に合った、シーン、じゃあちょっとキャバクラのシーンで誰々やってみてください、交代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 、キャバ嬢やってみてとかやったりとかして、でドリンク一杯いくらするかやったらすごい気にするっていうあの生はもう簡単にないみたいな、もうちょっと細かいこと聞いてきて、ひーちゃんだからめっちゃケチやなこいつってまあ思ってるけど全然大丈夫だよみたいな、一杯だけいいみたいな、ダメやみたいな感じで、うまくこいつをうまく落として一杯飲んでもらってたみたいな、決まってはいた。いくらだ、いくらだ、さっきしろ800円。それで分かった人柄でまたわーって自分でメモして、次は台本書くまでに個人的に全員とやり取りしまくったんですよね。過去どんなことやったとか、今までどんな作品出たことあるとか、私にはこういう風に見えたけどこういう要素と持ってるのとか、実は人見知りなんとか、今回の座組で今どういう気分とかで、なんか寄せ階段読んでみてどうだったとか、女の子好きになる時ってどこ好きになるのとか、結構細かく
ものすごいやり取りしたんですよ。昼から夜にかけて全出演者とバーって同時で LINE のやり取りとかして、でそっから各々のことは知らないわけじゃないですか。うわ答える回答すごい似てるとか思う人を次またペア組ましていって、で私はジャンルくくる人嫌いもない人もいると思うけど、勝手に似てる人で次まとめたんです。それは大きいのは座組の人たちにとっても初めてやから自分出しづらい、でも私が具体的に聞いてるから私には言えてるのとこを早くみんなに出してほしかったんですよね。それは時間、どうしてもどの座組にいても実はこういう子やったよねってなるまで時間がかかるから、早く私が公開したいなって思ったんですよ。であなたこういうとこあったんや、同じやんっていうのを早く思って稽古に挑んだら早いんじゃないかというのもあって、次集まらせた時になんか前一番こうおいそれ言っていいのってなったのが、まあモテそうで実はモテない系女子とか、なんか気遣いできるけど案外モテない女子とか、不思議系と呼ばれる女子みたいな、女子から嫌われる女子みたいな、なんかそういうのとか、そうまあ器用そうに見える器用貧乏とか、一人っ子甘えん坊男子とか、なんかそういう結構なんかジャンル、私から見てこのテーマでこの人たちがお芝居やったら面白いかもっていうのでジャンルくくって2時間ぐらい一組3分4分ぐらい延々やってもらって、またそれであここの2人に似てんねやとかまた作ってって、で変わる変わる本読ませていって、あしまった、え、何、いやいやメモ帳忘れたなって、今日初出勤だから、働かせるわけにいかないでしょ、受付やってます。あ、そっか、この体って、君たちがスマホ見ながら歩いてたせいであのおばあさんは転んでしまったんだぞ。オープンでーす。佐藤さん大丈夫ですか。あらまあ、で私がこう仕切れる間にいろんなみんなの要素を台本に埋め込んどいて、実話とかにもそうだし、一人っ子だったらまあお兄ちゃんいないんでとかいうのとか埋め込んだりとかして、で読ませていいと思ってたの菅井さんに聞いてもらって、菅井さんも早くいいねってなった状態で次菅井さんに演出をつけてもらうみたいな。で今のワーワーキャーキャー度合いを最初わーってあってよくて、陽介が入ってくるあたりでもうちょっとだけ落としてもいい。で菅井さんが最初にやってくれたのはとにかく転換が多かったんで、転換の段取りをひたすらとにかくつけるっていう。で、その上で途中7月末ぐらいで原作に寄せた役名に変えるみたいな話が出てきて、で2人でいろいろ話したりとか、例えばこう東八製薬とかもそうですけど、原作を思わせる固有名詞どれぐらい出そうかみたいなすり合わせを菅井さんとして、出せるとこ出した方がいいかもねってアドバイスをもらって、一回そこで稽古してたにもかかわらず8月頭ぐらいで全キャストが名前が変わるってことがあって、マリア、はい、高橋、お前だよ、お前だよ。なりに原作の人から、例えばお岩やったら岩っていう名前から派生して、石なのか山なのか何か入れて、でそれに似てる言葉を必ず入れて、名前を変えていったり、で名前とかいろいろ原作にある程度よ次はまた寄せて、で菅井さんがまたこう転換をやってって、で集中稽古最後の後半になっていらない間詰めてみたりとかしてみたところで、こう最終になって本を読んでみて、こうわってなんとなくでやってたけど、台本に振り返ったらこういうとこをもっと描かなきゃいけないねみたいなことをうちらはやって、小屋入りしてからも最後の向こうの三角関係とこっちの三角関係をちょっとスタジオ別で撮って 2,3 時間やって、で本番開けてお客さんの反応とかでより変わっていってみたいなとこもあった気がします。今公演本当に萌ちゃんにも幸せになってほしいんだ。僕が君を絶対に幸せにする。分かった。Thank you.
り方とか、特にそういう意味では原作と離れてる、終わり方においては離れてる、結論だけは一緒で、過程とかは原作と違うところももちろんあると思うんですけど、これが真実とも別に思ってないし、原作が真実とも思ってないし、実際に起きたであろう事実的な要素だけ、伊右衛門という人がいた、お岩っていう人がいた、お袖っていう妹がいたかもしれない、この登場人物であるとか夫婦であったっていう現実とかを取って、で実際お岩さんが先に亡くなったこととか、伊右衛門がその後お梅さんと結婚したかもしれないってこととかだけを取って、私なりの解釈で書いたので、何パターンでも何千何億通りの解釈があっていいと思うし、あくまでこれが私にとっての四ツ谷怪談で、私にとってのお岩さんっていう女性はこうだったであろう。なので一番やりたかったのは、お岩さんをただの亡霊、怖い怖いって思うイメージを払拭したいっていうのは大きかったです。そう思ってもらえたら嬉しいなって感じ。